はい、皆さんこんにちは。今日は2023年9月の17日日曜日です。今日はね、いつも集合場所に使うねセブンイレブンで待ち合わせしてね、今日はね IRC のね部活動ですね、クラブ活動をしたいと思います。今日のお供はね、私はヤマハ WR155R、 ライフルツイスターさんはねヤマハ WR250R で、ライジングエースシマウマさんのねホンダ SL230 になります。よろしくお願いします。まあいつもねこのセブンイレブンでだいたい待ち合わせして、でまあとりあえずね、まあ、本当にとりあえず鳥居行きましょうかみたいな感じで、だいたい鳥居行って、で鳥居のね周回料ちょっと回って、でそこからねどっか難所行きましょうとか、まあそういう感じになるんですけど、まあそのねメインディッシュにたどり着く頃にはもうある程度ねもう体が仕上がってたりする時もあるんでね、まあメインディッシュをね楽しめなかったり、やっぱり行くのをやめようかっていう話になっちゃったりね、まあそんなこともあるんで、今日はねとりあえずメインディッシュからね先に行ってみようかと、まあそんな感じに考えてます。まあとりあえずね今日行こうと思ってるところは、前回ねこのメンバーとダートパパさんと DB ライダーさんとねお台で走った時に最後にねちょっと行こうと思って、ちょっとねコンディションが悪くて全然登るそうもなかったんで、でやめたところなんですけどね、今日はね前回よりだいぶコンディションが良さそうなんでね、とりあえずまあ気温がね高くなる前に涼しいうちにねとりあえず登ってクリアしちゃおうかなと、まあそんな感じに思ってるんですけどね、まあとにかくねまあ体力がねもうそんなないし、前回来た時はねまあ真夏だったんで暑かったっすよ。でもう全然ね耐えられなかったんで、今日はねとりあえず集合9時でね、今9時ちょっと過ぎたぐらいのところなんで、まだね気温も上りきってないし、まだね今日は直射日光がねそんなに強くないような感じがするんで、まあいけるかなと、まあそんな感じに思ってるんですけどね、とにかくね難所をねクリアするには一人だとね倒しちゃった時に起こせなくなっちゃったりするような時もあるから、仲間がいないといけないんだけど、まあ今日はねライフルツイスターさんとライディングエースシマウマさんとね3台ですから、まあ1台倒れたやつに3人たかればね大概のところで起こせると思うんで、まあね今日は何としてもね、前ライフルツイスターさんとね2人で行って登れなかった坂をねクリアしてみたいなと、まあそんな感じに思ってるんですけどね、まあそういうわけでね今日はそこへたどり着くまでのリエゾンダートをね走って、で難所まで行きたいと思います。でここがねもうね難所に行くまでのねリエゾンダートですね。まあこの時期はね9月に入るとあの黄色と黒のあの結構でかいあの黄金雲ってやつがね木と木の間に巣を作ってるんですよ。ですからねこういう木立の中を走るとねもういきなりそれがねヘルメットとか顔にくっつくんですよね。だからあんまりそれにね顔が突っ込むと嫌だなというところで、まあ、あんまりね雲の巣で目立たないんでねゆっくり走ってて、で会ったらねこうやって手でね払いながら行ってるんだけど、まあそんな感じがするんでね、あんまりねスピード出してガンガン行くっていう感じじゃなくて、雲の巣をね見ながら、ここね逆光でちょっと雲の巣が見えるんだけど、結構なねでかい雲の巣なんですよ。で雲もねでかいんですよ。でもああいうのがねたかられたりね、なんかゴーグルの外側を歩いてたりしたらもうすごいねもう発狂しちゃいそうになっちゃうから、まあなるべくね雲の巣事前に気がついて払いながら行きたいんだけど、ここもねこの先にね雲の巣があるのが見えてるんですよ。だから一気にねクラッチつなげないですよね。だもんで勢いがないからなかなか進んでいかない感じでね。で
ここのね、雲の巣がね、またね、なんか上り坂の変なところにあるもんでね、手が届くところに止まんないですよ。でね、右手でね、だいたい払いたいもんでね、左手はローギアに入れたままクラッチ握ってるんで、ブレーキもね、なかなかフロントブレーキが右手で払ってるから使えないし、で、足場によっちゃね、リアブレーキかけれないから、なかなか難しいんですよ。で、こういうね、開けたところはね、蜘蛛の巣があんまりないので、ちょっといいんですけどね。で、大体ね、いつもここに来ると、後続のね、バイクが来てるかどうかを確認して、後続がね、集合してからスタートするんですけど。あとはフラットですから。まあ、その時にね、まあ、このお約束の、あとはフラットですからというね、話をしながら行くんですけど。前回ね、DB ライダーさん一緒に走った時にね、撮影した動画でね、もうあそこをね、過ぎたらね、この道みたいなところに出て、この道がね、フラットに見えたと、そんな感じでね、動画の中でおっしゃってましたから、まあ確かにね、さっきまでのところと比べたら全然平らですから、まあ、山田部長の言ってることもね、あながち嘘ではないなと、まあそんな感じに思うんですけどね。まあそれでね、もうこのね、山の中の道なんでね、これ、まあ車とかはね、多分走れないと思うし、まあ幅も狭いんでね、ほとんどね、走ってるのは、オフロードライダーと、あと農業の山でなんか作業する人が歩いて使ってんのかな、よくわかんないけど。とにかくね、ここね、なんかわかんないけど、こう、荒れた木がね、倒木になってるのがすごく多いんですよ。道をね、塞いでるんですけどね、まあ、道をね、塞がれていてもね、割とね、オフロードライダーはね、それをね、片付けないで乗り越えてったりね、避けたり、そんな感じでクリアするしようとするんですよね。だからいつまで経ってもね、倒木がね、どかないんですよ。で、もう枯れてる木なんでね、こんな感じで倒れて地面に落ちた時に周りにね、砕け散ってる感じなんでね、なかなかクリアできない、そんなね、めんどくさいようなところもあるんですけどね。でもね、まあさっきのね、ガタガタ木の間をね、抜けるようなとこから比べれば全然走りやすいですよね。普通にね、これはもうなんだろう、スタンディングすればね、普通に走れるし、でここね、あんまり蜘蛛の巣がなかったんですよ。だから安心して走ってますけどね。で、もうちょっと行くとね、またね、木がわさわさ生えてるんですよ。で、木が生えてるとね、やっぱりね、蜘蛛の巣があるんですよ。で、まあこういうところをね、クリアしながら、まあ次のね、難所に向かっていくんだけど、ここの道もね、ダート始めた頃だったらとってもクリアできないぐらいの道なんだけど、今となってはね、ただの移動ルートになっちゃってますからね。まあそんな感じでね、少しずつね、みんなも上達して行けるところがね、広がって、まあ、楽しいですよ。でここね、蜘蛛の巣にね、突っ込んじゃったんですよ。それで今ね、覗いて蜘蛛がいないか見てるんですけどね、いないと思って走ってますけど、映像だとハンドルの裏側にたがってましたよね。それがまたハンドルの方に出てくるんですよ、走ってる途中で。でゲゲって感じなんですけどね。もうとにかくね、これね、虫が本当に嫌いだったらやっぱ山とか走れないよね。冬だったらまあ少ないんだけど、夏とかね、秋はね、とにかく虫が多い。そんな感じですね。で、ここをね、抜けて、もうちょっと行ってね、この竹林のところまで行けば、竹林のところはね、道のところにあんまり枝が張り出してきてないから、ここはね、蜘蛛の巣ないと思うんですよね。昔はね、ここね、竹がいっぱい倒れてて、竹ってね、タイヤがツルツル滑りそうで、なんとなく通るのが、渡るのが嫌だったんだけど、今はね、割と綺麗に片付いてるのでね、走りやすかったですよね。でもね、まあ、竹の子の季節にね、道の真ん中から竹の子生えてたりするんで、そういうやつがあんまり竹としてね、大きくなる前に、なんか、実がついた人が、折ってくれたりすればいいんだけど、そのまま道の真ん中に生えちゃうとどん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 ね、狭くなっちゃいますね。でね、まあこんな感じでもうちょっとでリエゾンダートも買ってね、難所の入り口に到着します。
まあ、IRC イズリンドクラブではね、こんな感じで難所をね、仲間と一緒に攻めたりしながら遊んでますので、ね、またこんな感じのね、動画が見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。